もう一つドッペルゲンガーに関する話をしようかないやこれからする話はドッペルゲンガーとはちょっと違うかもしれないね似ているけど似ているだけでドッペルゲンガーではないしまあでもドッペルゲンガーと言ってもいいのかな <laughs> どっちなのって言いたげだね。じゃあ、君に決めてもらおうかな。聞いてもらってさ。影の正体。高校の頃、とある先生から聞いた話。僕はその頃から怖い話を人に聞いて回ってたからね。多分、変な奴がいるって噂になってたんだろう。 それを聞きつけた先生がわざわざ僕に話をしに来てくれたんだけど、その先生は地方の過疎化が進んだ町の出身だった。町っていうよりは村って感じの場所だって言ってたかな。先生には小学生来の幼なじみがいた。過疎化が進んで周りにはほとんど子供がいなかったから遊ぶ時はいつも一緒。何もない田舎だったから遊び場は山か川しかない。 雑木林を探検したり、渓流で釣りをしたり、遊び相手が一人しかいなかったから、喧嘩なんかしなかったよ。そんなことをした日には、遊び相手をなくしちゃうんだから、って笑ってたっけそんな遊び相手といつものように遊んでいると、ふと幼馴染がこんなことを言い出した。なあ、もうすぐ中学生になっちゃうじゃんか。その前にさ、あのお化けトンネルに行ってみねえか。 お化けトンネルっていうのは村の外れの山の中にあるトンネルだった。相当昔に作られたのか、中はボコボコで多分人の手で掘られたんだろうなって感じのトンネル。どうしたんだよ、急に。いや、行ったことないだろう。それにさ、中学生になったら探検なんて子供じみたことできなくなっちゃうじゃんか。だからよ、今のうちに行ってみようぜ。 今にして思えば、別にそんなの中学生になっても行けばいいじゃんかって思うけど、その時は確かにそうかもなーって納得した。いいぜって快諾して、いざお化けトンネルへ探検しに行ったんだ。舗装なんてされてない、誰も通らなくなった山道をひたすら登っていくと、雑木林の向こうに入り口が見えた。周りは藪が多い茂っていて、岩肌がびっしり苔むしてる。 歩いて近づいていくと、道に水たまりができていた。よく見ると、トンネルから染み出した水が、外まで流れて伝わってきている。気味悪いな。なんだよ、怖いのかそんなわけねえだろ。実際、お化けトンネルなんてあだ名がついてるけど、実際には心霊スポットなんかじゃなかった。ただ、山の中にあって、気味が悪いってだけ。 お化けが出るなんて噂は一度も聞いたことがなかった。覗き込むとトンネルの中はひびだらけであちこちから水が染み出してる。一体何でできているのか白っぽいつららが無数に垂れていた。トンネルが短いせいか向こう側から差す光がかろうじて中を薄暗く照らしてる。これ向こう側に出られるのかな行ってみようぜ。探検探検。 でも、靴に水が。なんだよ、ビビリ。ビビってなんかないよ。そんなことを入り口で言い合っていると、幼なじみが急に奥の方を見て目を細めた。何、あれ。つられてみるとトンネルの向こう側に影が見えた。ちょうどトンネルの出入り口に何かが垂れ下がっているような影があった。 木じゃないのあれ、木じゃないよ。紐がついてる。え目を凝らすと、確かにその影は、紐で吊るされているように見えた。あ、あれってさ、人じゃないそうつぶやいた瞬間、二人とも無言で厳ビを返して、ダッシュで山を降りた。怖くて、叫ぶ余裕もなかった。 ふもとまで駆け降りて、明るい場所に出て、ぜいぜい言いながら、一息ついたら、ようやく安心できて、喋れるようになった。み、見たよなあれ、首吊りしたいわ、わかんない。影だったし。大人を呼んだ方がいいのかないやだよ。親から怒られる。あそこには行くなって言われてたし。 そんなこと言ったって、死体が。嫌だったら嫌だよ。それに、あれが本当に死体かどうかわかんないじゃんか。影でよく見えなかったし。そりゃそうだけど、もし本物だったら。じゃあ、お前一人で行けよ。確認すればいいだろ。そ、そんなの嫌だよ。結局、大人には黙っていることにした。首吊り死体なら、 いずれ誰かが見つけるだろうって、無理やり結論づけてね。その後、トンネルで死体が見つかったなんて騒ぎは起きなかった。誰も知らないような場所だったから、発見が遅れているのかな。いや、そもそもあれは、木か何かの影で見間違えたのかな。そんな風に思うこともあったけど、だからといって、もう一度確かめに行く気にはならなかった。何事もなく日々は過ぎて、やがて大人になり、 先生は村を出た。大学に進学して教師になる道を選んで20年ほど経ってお化けトンネルのことなんてもうすっかり忘れ去ってしまった頃、故郷から不報が届いた。幼馴染が自殺した。衝撃的だった。大人になってから会う機会もなくなって連絡も取らなくなっていたけど、まさか幼馴染が自殺したなんて。慌てて故郷に帰ると、 葬式にはたくさんの人が集まっていた。幼なじみは故郷を出ずに地元で就職したから人間関係も広かったんだろう。たくさんの人が拝んでは涙を流している。どうして自殺なんか気になるけど、とても周りの人間に聞けるような雰囲気じゃない。重苦しい気持ちで証拠をしていると、なぜか棺桶の蓋は閉じられていた。随分長いこと会っていないけど、 顔すら見れないままなのか。そう思うと、昔一緒に遊んだ記憶が蘇ってきて、涙が出てきた。沈んだ気持ちで、実家に帰ると、老いた両親が出迎えてくれた。ようやく聞くことができると思って、近況報告もそこそこに、一体幼馴染に何があったのか尋ねると、両親は重苦しい表情でこう言った。〇〇ちゃんはね、事業に失敗して、 借金で首が回らなくなっちゃってね。困ったら周りに頼るんだよって何回も言ったけど、あの子、人一,一倍責任感が強かったから、一人で抱え込んじゃったんだね。何も自殺なんかしなくたっていいのに。なんで自殺なんかどうして顔も見れなかったろまるまるちゃん、首をつったんだよ。 そこの山のトンネルでな。え見つかるのが遅れてな。かわいそうに。ずっと一人でぶら下がったまま。そ、それって、あのお化けトンネル両親は泣きながらうなずいた。脳裏に、あの時の記憶が蘇った。トンネルの向こう側に見えた、あの首吊り死体の影。あれは、 もしかしたら未来のあいつの姿だったのかもしれんな。先生は同意目をしながら話し終えた。ちょっと寂しそうな顔をしてたよ。君はどう思うこれってドッペルゲンガーではないけどさ。もう一人の自分が現れたってことに変わりはないよね。もう一人の自分っていうか未来の自分って言った方がいいかな。まあ。 本当のことはわかんないけどさ。ちなみに、そのトンネルは今も残っているらしいけど、先生はとても行く気にはなれないそうだ。